はい、宮城県の亘理町です。本日開催してます伊達な亘理まるごとフェアは毎年3月今の時期に開催している例年の行事となります。おととし東日本大震災で開催も危ぶまれたんですけれども、去年今年といつもと変わらずさらに盛大に開催することができました。この伊達な亘理まるごとフェアはいちごの町でもある亘理のいわゆる3月初めの大々的なイベントとなっております。本日も宮城県特産のもう一個、2000人分無料配布ということで振る舞っております。また、復興いちごと称しまして、農家の方々が震災にも負けず、作っていただいたいちごを販売しております。伊達な亘理まるごとフェア、その他にも、千葉産品、亘理のおいしいもの、たくさん取り揃えておりますので、また来年以降も続くと思いますので、宮城県に来た際は3月、亘理町に、お寄りいただければと思います。よろしくお願いいたします。みんなこんにちは。すごい人じゃん。我らは奥州先代おもてなし集団伊達武将隊。うちのは柔らかくて美味しいんです。ホッキもね、厚みのある一番大きいやつを使ってるんですよ。石野屋です。渡りの良さは宮城の湘南ですね。湘南あったかい。今年は寒いけどあったかいとこが良くて私は来ました、湘南に。スカイツリーのこうこういうマーク、これとこれですね。このマークをいただいてる、そこの専用のショップ、スカイツリーのグッズをこう売ってるスカイツリーだけのショップです。どうぞお入りください。多分宮城県からはうちだけだと思います。アサリはイチゴが美味しいです。あとハラコ飯、ナハラコ飯、ホッキ飯、千葉さんで頑張ってます。それから渡りにはとてもとても強い絆があります。笑顔がよく笑顔があります。